こんにちは、東進 TV 学生リポーターの永井です。今回ご紹介するのは東京農工大学農学部です。ここではどのように農学を学んでいるのでしょうか。早速見ていきましょう。研究力で世界の注目を集める東京農工大学、世界で戦える理由は一体何なのでしょうか。学部長にお話を伺ってみましょう。東京都のちょうど真ん中にあるんですね。都市型 の農学部というところで、それが非常に大きな特徴ではないかなと思います。近隣にはいろいろな企業さんもたくさんありますし、製薬会社とか食品会社とのつながりもすごく大きくて、そういうところと一緒にですね、食品の機能を解明したり、あるいは薬の原料になるものを探したりっていうようなことも大きな役割になっています。企業との共同開発など興味のある分野を実践的に学べる環境が素晴らしい研究結果につながっているのですね。学生は具体的にどのようなことを学んでいるのでしょうか。話を聞いてみましょう。アミロイドーシスという病気の病態の解明をしています。人でいうアミロイドーシスでの病気の診断法とか予防法とか治療法の解明につながったりします。専門は動物繁殖学で、牛受精卵の染色体異常を、牛の肺自体がその染色体異常から回復する機構を持っているんじゃないかということについて研究しています。研究力で世界をリードする人材を生み出す東京農工大学、実践力の高い研究が生み出される秘訣は何でしょうか。実は研究で一番大事なのは、自分で見て感じていろいろこう思い浮かべて、でそれが本当かどうかを調べていくというような、好奇心が、研究力の基本ではないかなというふうに思います。また研究の対象物も、非常に多岐に及んでいますし、誰でも興味を持ったら、そこにまっすぐ進んでいけるというような環境が、出来上がっているのだと思っています。農学部で学ぶ学生はどんな夢や目標を持っているのでしょうか。研究者として獣医師にしかできないような視点で研究をしていきたいなと思います。それで人や動物の健康を支えていけるようなことができたらいいなと思っています。農学というとですね、どういう内容なんだろうって思われると思うんですね。一言で言うと、生き物とか自然が好きだと思ったら、ぜひ農学というものを考えてもらいたいと思っています。でまずはそういうきっかけで、農学というものに興味を持ってもらえたらいいと思っています。東京農工大学農学部では、実践的に学べる環境のもと、卓越した研究力で世界をリードする人材を育成するのですね。次回の東進 TV もお楽しみに。